んにちは、シェルです。今回は新しく購入したスキンケアの紹介をしたいと思います。私が長年愛用しているスキンケアが SK-II のものが多かったんですけれども、今回は初めてディオールでスキンケアを購入してきました。こちらをね、開けていきたいと思います。数年前まではあんまりこうスキンケア冒険できないタイプというか、もともと敏感肌だったり刺激が強いのとかが染みてしまうタイプなので、今まで一番自分の肌に合っていたのが SK-II のものだったので、それこそね、SK-II を長年ね、ライン使いをしていたりとかしていて、で、私のこちらのチャンネルでは、その SK-II のね、スキンケア商品の紹介動画とかもあるので、よかったらそちらの動画もね、見ていただければ嬉しいです。はい、というわけで今回は初のディオールです。照明でゴールドが輝いているんですけども、こちらです。はい、こちらトライアルセットっていうのかな、こちらを購入しました。通常よりも小さめのサイズのものが、複数入っているセットのものです。で、こちらのお値段が3,800円でした。ディオールの店員さんと結構語り合ったんですけど、私自身がディオールのスキンケアを全く使ったことがなかったのと、私の肌がかなり敏感肌なので化粧水とかが染みてしまったり、あとは肌が赤くなってしまったり、あとはニキビができてしまったりとか、それで私の肌事情をお伝えしたところおすすめしてくれたのがこちらでした。で、こちらと本当はもう一つのね、ものがあったんですけど、もう一つのトライアルセットみたいなものは1万円で、こちらがね3,800円で、ちょっとお値段3倍だったんですけど、こちらのスキンケア商品がアトピー肌の方にも使えるという、そういうお話も聞いたのでこちらを選びました。今回化粧水とか、乳液とかいろいろ LINE で買うっていうよりは、私はフェイスクリーム、保湿をしっかりしてくれるものを探してたんですよ。なので最初こちらの保湿クリームを購入しようとしてたんですね。こちらの通常サイズのものが38,000円だったかな、4万円近かったんですよ。で、万が一お肌に合わなかったらちょっと困るなと思って、それでトライアルセットみたいなのありますかって聞いたら、こちらをね、出してくださったので、そんな流れがあって、こちらを購入した感じです。アトピーの方の肌にも使えるっていうのと、あと保湿がしっかりしてるっていうので、こちらを選びました。ディオールプレステージグランビルローズの恵みで、ワンランク上の上質なツヤ肌へという、プレミアムエイジングケア。こちらのセットですね。こちらそもそも単品で買うと、化粧水が15,000円、美容液が38,000円、保湿クリームが37,000円ということで、通常のライン使いしたら約10万円ぐらいするものなので、今回はそのトライアルセット的なものを購入しました。こちらのシリーズですね。ディオールさ、いろんな種類がありすぎてさ、何が何だかって感じだったんだけど、では開けていきましょう。すごいね、高級感あるんだよね。こちらのケースがキラキラです。これさ、ジッパーになってるんですよ。いきます。あ、中にあれがありました。こんな感じです。すごい綺麗ですね。こちらが化粧水を塗る前に使うもので、こちらが化粧水で、これが美容液で、こちらがクリームで、こちらがクリームを使った後かな、顔をマッサージするもののようです。何回もこうやってパカパカ開けてみたいぐらい、すごい高級感がありますね。こちらが朝夜使って10日から2週間ぐらい持つそうです。先ほどもお伝えしたんですけど、私が欲しかったのはこちらだったんです。で、これが4万円弱すると、こちらはセットで3万円だったので、私は今回このセットの方を選んでみました。というわけでね、こちらをね、2週間ほど使ってみたいと思っています。まずこちらがローションエッセンス、エイジングケアプラス高保湿ということで、強い再生力を秘めるグランビルローズの花びらと、なんちゃらかんちゃらのかんちゃらのかんちゃらの、とにかく、隅々まで贅沢な潤いに満ちた揺るがない肌へと導きますということで、はい、保湿力の高い化粧水ですね。こちらが 30ml の量ですね。はい、こちらのちょっとピンクっぽいやつですね。え、これ何？スキンケア商品だけでこれだけあるんですよ。これはわからないですよね、誰も。これ何？こちらがプレ美容液のユイルドローズというものですね。こちら 10ml ですね。こちらちょっと大きいサイズの 30ml で 26,000円、 50ml で 36,000円という、結構高価なものですね。こちら化粧水の前に使うそうです。こちらの黄色っぽいのがプレステージのルネクターというもので、これがすごいね、大事な美容液だそうです。これでね、結構肌のね、質感が変わると聞きました。なんか最近私、化粧水の後にもクリームを塗る生活で、美容液って重要なんですかって聞いてしまったんですよね。
そしたらね、かなり重要らしくて、使ってみれば分かりますみたいな感じで言っていました。こちらも 10ml、 通常の、30ml のもので38,000円という、大事に使いたいと思います。もともとね、これだけをね買おうと思っていたものですね。こちらがラクレームという、まあ、保湿クリームですね。私の手のひら感でわかるかな、意外としっかりとしたサイズ感なんですね。今回こちらの、まあ、トライアルセットということなので、小さなものにはなるんですけれども、 15ml ですね。でこれが通常だと、50ml で 37,000円ということで、このケースのこの高級感、瓶なので重みがずっしりあるんですけれども、これものすごくテンションが上がるパッケージですね。こちらがね、マッサージのなんかですね。クリーム塗った後にね、こちらでマッサージをするといいらしいです。こういう化粧水はね、やはりね、コットンを使った方がいいらしいです。はい、というわけでね、私もコットンをね、使って、こちらの化粧水をね、使用していきたいと思います。なんかこのボックスもすごいさ、綺麗だし、この開けた時のもう、なんか幸せ感がいいよね。まずこちらのトライアルセット使ってみて、良ければ、まあリピートして購入したいなと思います。ただね、結構お値段もするので、まあ全部 LINE 使いするかはちょっとお財布と相談っていう感じかな。ちょっとこのミニサイズみたいなものもともとないと思ってたんですよ。なのでほんとこの大きいクリーム買おうかなと思ってたんで、こういうセットあるとやっぱいいよね。ちょっと高いから本当に合わなかった時がね、ちょっとどうしようってなっちゃうもんね。敏感肌の方にも使えるっていうのと、あとはね、私海外のスキンケア商品とかそういうものにちょっと抵抗があるんですけれども、でそれもねちょっと相談してみたんですよ。そしたら日本人のね肌にも合うように、なんかいろんな成分をなんちゃらかんちゃらして、でそれをまあフランスに持ってってそこで作ってるらしいんですよ。そうそう、だからすごい結構こう敏感肌で新しい化粧水とか、まあ、そういうの使う人ちょっと抵抗あるなっていう人も、デパコスのそのディオールのお姉さんとかにこう話とか聞くだけでもなんかすごい安心感というか、そうそう、すごいね親切に聞いてくださったので、それもあって購入に至ったって感じですね。こちらのねディオールの多分プレステージっていうのは結構お値段お高めなんですけど、もう一個敏感肌の方におすすめしてくれてたものがあって、グローバルエイジングケアっていうシリーズかな、違ったらごめんなさいって感じなんですけど、こちらの方がお値段がね3分の1ぐらいの価格で、これと同じように小さいものがいくつか入ってるものがあって、それはね1万円だったんですよ。だから最初ね両方買おうかなと思ったの。そうなんだけど、ちょっとこの高級感に惹かれてしまって、そうで一旦これ使ってみて、後々ね1万円の方も買ってみようかなとか思っています。それで今回こちら購入したんですけども、これのねシリーズのメイク落としと洗顔料のちょっとサンプルをいただきました。はい、こちらもこのゴールドのパッケージです。プレステージルバームデマキアント、こちらの洗顔料がプレステージラムースというものですね。こちらは試供品でいただいたんですけど、こちらも合わせて使っていきたいと思います。ディオールのスキンケア商品で、ニキビ肌とか、まあ、ニキビに悩む人が使えるものってありますかって聞いたんですよ。でそれでね、こちらも試供品でお試しでこちらもいただきました、はい、この赤っぽいボトルのものですね。と美容液なんですけども、ワンエッセンシャルセラムという、こちら通常買うとね 30ml が 11,500円のものですね。はい、赤いパッケージが目印です。こちらのセットの美容液の前に使ってくださいというお話をしてました。というわけでこちらも合わせて使っていきたいと思います。お肌に合わせてね、いろんなシリーズがあるみたいなので、気になる方はね、デパコス の, お姉さんにいろいろ自分のお肌の状態とかをお伝えしてみると良いかなと思います。というわけで今回私初めての、まあ、ディオールのスキンケアをね購入したので、10日から2週間ぐらい使ってね、使用感などもまた動画でお伝えしていきたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。